道三姉妹の健康トライアングル。はい、今日も始まりました。司会のなおです。長女まりこです。店長りえです。三女さくらです。よろしくお願いします。はい、今日の質問は、処方箋を受付で出してお薬が出てくるまでの間、中ではどんな作業をしているんですかという質問です。皆さん出してるだけ、お薬用意するだけと思ってる人も大変多いんですけれども、まず処方箋を見て、まあ、処方監査っていうのをします。そのお薬が適切な量で出ているかとか、用法用量が正しいかどうかというのを処方箋を見て薬剤師が監査します。であとは日数だったりとか、日数制限があるものを超えていないかとか見る箇所っていうのはすごくいろいろあって、であとはジェネリックご希望なのかな、どうなのかなっていうところも確認をしながら入力という方に入って、入力が終わるとやっとお薬が作れる段階に入ります。で処方箋を見ながらお薬をピッキングして、で最後に薬剤師が薬の監査をします。処方箋と同じようにジェネリックご希望の方にしっかりとジェネリックが出ているのか、先発の希望の人に先発出ているのかっていうのを見ながら、数とか規格ミリ数ですね、そういうのを確認してしっかり間違いがないかっていうのを見た上で監査をします。そして過去の薬歴を見て、この人がどういう風な流れでお薬がこう来ているのかとか、前回の服薬使用で何が話されたのか、何で悩んでるのかっていうのを確認した上で、やっと服薬指導に入るっていう流れです。って言っても、薬の量によってやっぱり30分超えちゃうものもあれば、10分ぐらいで全てが終わる場合もありますし、その処方の内容によってすごく差が出てきちゃうので、たまたま1剤しか出てない人でも、その前にいっぱいの人たちがこうつながってれば30分以上待つこと、なんでこんな待たせんだよって思う気持ちも非常に分かりつつの日々を過ごしております。これ時間がかかるかからないは薬の量だけなんですか？朝昼晩寝る前とか、はいはいはい、それに下剤があったり何があったりとか、一方に朝の分全部入れるっていう、その一方化はかかると一人ので1時間とか、あと粉砕、粉でをずっと粉を合わせたりとか、全部粉とかってする時間を考えて、長い人は1時間ぐらい、一人の方の作るのにそれぐらいかかる人もいらっしゃるので、そうあとすごいのが、60日分とか90日分でさ、毎食後、朝昼の食後と毎食直前のとか、そうすると360歩を巻かなきゃいけないんだよね。機械から出てくるだけでも時間かかるし、巻くまでも時間かかるし、その後にそこを見るわけですよ。その一歩一歩間違って入ってないかなっていうのを薬剤師が目で確認していくわけなんですけど、これまた大変。あと軟膏、練るものがあったりとか、薬で先生にお薬のことちょっとこの量だと出せないんですよとか、そういうのを確認するように一回お電話して、医師課に電話して、それをあの処方箋のリコーラーに書きまして、で事務さんに渡して、事務さんがまた入力し直して出してっていうのがね、もうちょっと簡略化してほしいなって思いますけど、例えばあとお薬手帳があるので、今回出たお薬と被ってるのが他の病院で出てもうすでに飲んでること絶対危機紹介してカットしなきゃいけないんで、単独で判断してカットとか変更とかできないので、必ず先生に許可を得ないといけないので、そうしないと薬が何も出せないので、その確認の時間ですね。そう、安全のためですよね。全部必要なことですよね。そこまでして、また結局服薬指導の時に新たな問題が発覚して、もう一回電話して、もう一回作り直してっていうこともあるわけでしょ、まあ、いろんな場面がね、結構たくさん安全、安心して飲んでいただくための工程が、確認とかいうものがね、たくさんあるがゆえに、なのでやっぱ受診するときは絶対他の病院で飲んでいるお薬はお薬手帳を必ず先生に見せていただいて、そうすると全体の待ち時間も減ってくるかな。あとお薬手帳必ず一冊でね、病院ごとに持っている方がいらっしゃるので、必ず一冊にしていただいて、あと急ぎじゃないお薬とかだったら処方箋出してまた後で来ますとかも大丈夫なんですよね。それが一番ね、まあ、待ち時間が少ないよね。翌日でも平気なんですかね、当日中じゃなくても。
処方箋さえ渡しとけば、うん、運びを含めた4日間のね。あと今直接行かなくてもアプリとかで処方箋遅れちゃいますもんね、うん、薬局まで足を運ばなければ LINE 今うちは LINE と E パーク、うんうん、そうすると待ち時間がだいぶ減りますよね、うん、あとファックスでもいいですね、うん、ため取って送るだけでいいってことですよね。 その時は必ずお薬取りに来た時にその処方箋の本書をと引き換えになりますので本書は絶対に必要です。それがないと薬を渡せないので、うん、ご注意ください、うん、一方化の時錠剤の番号まで全部見てるので、でもそれを何本も見るっていうのはやっぱすごいですよね。見てる方も大変ですよね。あとまあ小児だったら体重とかによっても量が変わるので、うんうんうん、そのチェックはもう我々が最後しないと患者さんの手に渡っちゃうといけないので、うんうんうん、一応最終チェックをね、うん、してるので、はい、やっぱり時間かかることもありますので、後で取りに来るバージョンはねすごい効率的かなと。薬局としても監査っていうのはじっくりやりたいんで、うん、焦ってやると何かを見落としちゃうこともあるんで、うん、じっくり見えると非常にありがたい。はい、ということでお薬が出るまでにはたくさんの作業がありますので、もし待ち時間短くしたい場合は薬剤師さんに1回ご相談するといろいろ教えてくれると思いますので、ぜひご相談ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。